ドン・ドバレは2007年度上半期放送の NHK 連続テレビ小説第76シリーズの日本のテレビドラマ NHKBS プレミアム開局記念の一環として2011年4月24日に続編となるスペシャル版が放送された2015年10月5日より2016年4月まで NHKBS プレミアムにて再放送脚本は小松恵リ子。 略称は、ドンハレ。第1回に出てきた森岡市の海運橋舞台は、主に森岡市及び横浜市。岩手県が連続テレビ小説の舞台となるのは、初めてで、タイトルも岩手の方言である、ドンドハレに由来している。岩手に、ゆかりの、遠野物語と宮沢賢治のモチーフを、物語の通想低音としつつ、物語が進んでいく。 NHK は番組サイトで、どんど晴れは、岩手県東の地方で昔話を語る際に最後に、言う言葉で、めでたし、めでたしの意味との解釈を示し、物語は、どんど晴れを迎えるのです。と、ドラマが、ハッピーエンドになることも意味するとしている。NHK 広報では、効率の優先、個人主義、ネットコミュニティ、勝ち組負け組、目に見えるものしか価値を持たなくなった。 現代人に欠けている、見えないものを信じる勇気と力を描こうとしたと、している。ヒロイン役は、2005年下半期放送の、風の遥か以来散作ぶりに、オーディションによって選出された。2005年春、横浜で生まれ育ち、実家の洋菓子店ルビザージュで見習い、パティシエとして働く23歳の朝倉夏美は、同じ横浜のホテルで働く鏡正樹と、 婚約していた。が、正樹は実家である、岩手県盛岡市の老舗旅館、鏡屋を取り仕切る大神の祖母が体調を崩した、ことから実家を継ぐことにした。そのため夏美も実家を出て、鏡屋で、中居として働き、お神修行をする決心をした。夏美は、鏡屋の伝統と格式の中で、古軍奮闘しながら成長していく。また、盛岡では夏美が、 幼少時代に親しんでいた民話との運命的再会を果たす。NHKBS プレミアム開局記念の一環として、どんど晴れスペシャルと題して続編が放送された。ある日、鏡屋にリゾート会社代表の高木俊之がやってくる。そこで、高木から鏡屋の提携を持ちかけられる。エコを推進し、鏡屋の新たな魅力を引き出そうとする高木の計画に、 マサキや新一は感銘を受ける。しかしおカの勘や夏実は、それが本当のおもてなしにつながるのか疑問を持っていた。連続テレビ小説からの出演者は、前日を参照以下の各々の番組は解説放送なし、ステレオ放送。ありがとうございます。